もう離婚したけど、夫が、交通事故で、一時的に記憶喪失になったのが修羅場かな。少しでも記憶が戻るきっかけになればと。シュートメや騎氏と協力して、夫の交友関係を探してあってもらったり話しかけてもらったりした。夫の大学の友人たちも来てくれた。皆さんは久しぶり的な感じだったんだけど、ただ、一人だけは久しぶりではなさそうな態度。 しかも、慣れ慣れしくておかしい気がした。夫の元カノかと思ったらなんと原嘩の。学生時代からの付き合いで、私と結婚してからも付き合ってた。姑と技術家にある夫の部屋兼物置を整理してたら、現在、進行形の不倫証拠がザクザク。昔のアルバムでも見せて、記憶のきっかけでもと思ってた、姑も傍然。記憶のない相手に同行もできず、 九個も私も、私の親も途方に暮れた。その間も、不倫相手もとい玄香のは、頻繁にお見舞いに来て女房気取り。切れたシュート目と玄香のが、病院のロビーでつかみ合いした。あまりのことに、私は気が抜けた状態。なんだか、投げやりになり分かれることを決心した。そうこうしてるうちに混乱しながらも、夫の記憶が戻った。私より 彼の方が修羅場だったかもしれませんね。記憶が戻った途端、妻から離婚の要求、父親から怒鳴られる、泣きついてくる不倫相手。不倫相手に頬を引っ掛か,かれて、ガーゼを張られてる母親。なあ待ってくれた飲むから待ってくれ。と言い続ける姿だけが鮮明に思い出されます。なぜ彼女と結婚しなかったかですが、 しばらく彼女と別れてた時期に私と出会い結婚を考えた時に彼女がたとえあなたが結婚してもあなたと一緒にいたいと言ったからだそうですそれで既婚者でも構わないというような女はやはり結婚相手にはできないと思い彼女を選ぶのを止めて二番手の女が似合うと考えたそうですそれを聞いて怒り狂った彼女にボールペンで彼は太ももを刺されました 元夫は今も彼女から結婚を迫られてるみたいですがなぜか元夫は逃げてるらしいです。